まだ始まりました。マテチャンネル。さあ、今回はですね、トイックエラー&テストハイスコア獲得最強英単語、こちら、はい、レビューしていきたいかなと思います。まあ、いろいろとね、コメント来てたりとか、これのレビューお願いしますっていうの来てたので、まあ、そちら見ていきたいと思いますね。まあ、メディアビコンの書いているレベルの高いやつシリーズですよね。まあ、いろんななんか怖い動物のね、怖い動物っていうのもあれですけど、これらをね、出してて、なんかものすごいレベルの高いやつっていうので、まあ、990点獲得最強何々とかね、そういうシリーズで出てるやつですけど、ハイスコア獲得の英単語、つまりまあキンフレっていうのがこのトイック業界でまあ一番有名ですね。金のフレーズっていうの、その上のレベルっていうの、まあ特級シリーズでもあるんですけど、黒のフレーズとかね、暗黒のフレーズみたいなのあるんですけど、はい、メディアビーコンもこのハイスコア向けの人、ハイレベルの人向けっていうのをいっぱい書いてるので、そちらでまたレベルの高いのが出てきました。まあ、いわゆるキンフレに乗ってない最近出たやつとか難しいやつっていうのが、まあ、結構乗ってるんで、まあ、明らかそこを狙ってるなってやつです。もうなんか最初からぶっ放してきますね。はい。すごいレベルの高いやつ、ダダダダダダッと乗ってるなっていう感じです。で、まあ、どういう構成になっているかというと、ステージが1、2、3ってなってますね。はい。1がコマンスメント、始まりの367号。すげえ言い方。次がステージ2が、デベロップメント、発展の377号。で、次がステージ3が Fulfillment 達成の359号っていう風になってます。で、それぞれに間にちなみにこのステージのね、後ろについているのが、ステージ1の後ろにはパート1で出てくる重要語句、重要語句っていうかレベルの高いやつですね。聞き取れない人がすごく多い、わかんないやつ。で、トイック品質の言い換えトレーニングっていうのがあって、まあ単語単位の言い換えだったりとか、あと2つ目のセットが、ね、抽象語の言い換え、いくつかあって、それを抽象的に言い換えると何でしょうみたいなやつね。それがまあ、ステージ2、3の後ろには品質トピック、重要語句と言い換えトレーニングっていうのがついてます。どういう風になってるかっていうと、まずですね、英文があって、これが、まあ、10秒で読みましょうっていうやつなんですけど、だいたい3行から4行ぐらいの英文、これが1文ですね。はい、1文があって、まあ、その中にいろんなトイックに出てくる語句が詰め込まれてるって感じです。で、まあ明らかに狙ってるこの単語入れたいなって思ってるのが、まあ2語ぐらい、3語の時もあるけどあります。そのすごくレベルの高い単語ですね、それを入れてる、多くの人が知らないやつを入れてるっていうのが、まあ見て取れます。で、トイックで出たやつがいわゆる見出し語になってます。はい。だから英文があって、その下にこう見出し語がくっついてるって感じです。で、そこはフレーズだったり単語だったりして、まあ単語の時はね、この発音記号載ってんだけどね、フレーズの時載ってないんだよね。フレーズのやつも載っけてほしいなって思ったのがあった。まあわかります、こういう系の単語ね、僕まだ出版されてないんですけど、もうずっと書いてるんで、トイックのやつじゃないですけど似たような、これ作る時の大変さすごく知ってるんで、フレーズになったらね、発音記号つかないとかっていうのも知ってます。単語だったらね、自動で出してくれるんだけど、機械が。で、それぞれの単語に、面白いのが日本語訳だけじゃないんですよ。英英辞典的定義ですね、定義が載ってるっていうのは、まあこれも特徴だと思いますね。出版社はね、この1ページでもね、サンプル載せればいいのになって思うんですけどね。そしたらもっとたくさん買う人いるのになと思いますね。例えばもうぶっ放してきてるなって思う、22番目にこのね、マハガニーっていうのが載ってますね。で、マハガニーって確かに出たことあるんですよ、このマハガニー材っていうやつね。マハガニー材って言ったってさ、わかんないじゃん。だからちゃんとね、 A reddish brown durable wood often used in furniture っていう風にこういう風に書いてますね。はい、ファニチャーで使われるとかっていうのがあってて、で、ただそれだけではわからなかったりもするので、はい、主に高級家具に用いられる木材、家具や木材に関する話題で出題されるという、まあトイックに関係するこういった情報が結構いっぱい載ってます。まあ同じページにもセンターピースとかね、これもよく出てくるやつです。知らない人多いですからね。机の上にあるこの花ね、真ん中にある花だったりする飾りのやつのことですけど、とか、まあ、いろんなコロケーションが載ってたり、同意語が載ってたり、範囲語が載ってたりとかね。まあ、よく考えられて作られてますよ。キンフレじゃ物足りないよっていう人、こんなの見たことないよっていうのを、まあ、分からせてくれるというかね。あ、前回のね、やつでたフローリスト載ってますね、花屋さんね。だから明らかにフローリストとか、センターピースとか、まあ、ハーガニーなんていうのは知らない人がめちゃめちゃ多いので、そこの出題されるポイントというか、はい、出てきた単語の、はい、レベルの高いものをその英文の中に組み込んで作ってるって感じですね。まあもう明らかです、そんなもん。もうはいはい、あ、これ出た、はい、これ出た、これ出たけど知らん人がほとんどだったっていうので、だめっちゃレベル高いですよ。はい、めちゃめちゃレベルが高いので、なんでトイック受けたことあるってトイックマニアの人たちからすると、そうそうこれこれ、そうそうこれこれみたいになります。でトイックを受けたことがなくて、まあ英語結構勉強してるって人は、え、何こんなんなんの、え、こんななんのって言ってびっくりすると思います。でそんなにレベルが高くないですよ、キンフレの単語もあんま知らないです
ですっていう人がめっちゃむずいと思う。おすすめはあまりできないですね。いわゆるもう900点とかのその上乗せ段階の単語帳っていう感じですね。さらにレベルを高めたい人、こんなん知らんよっていうのが出てこないようになるべくしたい人って感じですね。だからこのようなの単語を覚えたところで回答根拠になるかはわかんないです。マハガニーなんてならないし、多分なるものもあるんだよね。すごくレベルが高くて回答根拠になってるものもあるので、だからまあ難しいですね。で当然優しい単語も見出し語にあります。そんなに難しくないよっていうのは、ただ明らかにまあ考えられているので、すごくレベルの高いもの、なるべくレベルの高いものにしてる。ただやっぱページによってはね、コンファーム、フォー、ニードとかファーダーとかアンダースタンディングとかね、優しいものが並んでる英文もあります。そう、これ英文ありきなんで、そう自分も作ってて思ったんだけど、こういう単語帳をね、英文に無理やり詰め込もうとしたってなかなか難しいんですよ。そう簡単にうまくできない、自然な英文にならなかったりするし、どうしても優しい単語っていうのは出てきてしまうんですよ。だそれで自分自身もそのなるべくね、難しい役立つ単語をいくつも入れてくださいみたいに言われたんだけど、そんな無理でしょっていうね、そんなうまくできるわけないんですよ。だこれを実現させるのって実はかなり難しいんですね。そう、作ったことある側だって実際出版されてないですから、僕の場合はね、それぐらい大変だっていうのよくわかってるん で、それしかも一文でやんなきゃいけないからね、まあ長い英文が使えてるっていうのがまあいいところであります。僕の場合かなり短い英文でそれをやんなきゃいけなくて、結局本ずっと出てないんですけど、それはすごくよくできてるなと思いますね。だからデュオよりも全然難しい。デュオのように英文がドンとあって、見開きでだってこれ単語があるからね、見出し語があって、あで最後にちなみに日本語訳が載ってるって感じです。はい。でまあご存知の通り、そうこれもね、単語帳作って、単語帳プロジェクト実はいっぱいあるんでよくわかるんですけど、そうパート1だけね、やっぱね邪魔なんですよ。はい。パート1ってやっぱ特殊なんで、だからそれをおまけ側に乗っけて出したっていうのも、まあ、よくできてるなって思いますね。であとは重要語句はいろんな状況に応じてですね、採用の場合、人事の時にこんな単語が出るよとかですね、芸術音楽系とか、これ面白いよ。芸術音楽、なるほどね、考えたなって思いました。はい、過去に出たやつ、まあでもこれ知ったところで出ねえよと思うけど、なんつうか答えの根拠にはならないよって思う単語も載ってるけど、まあ笑っちゃいますね。ああそういえば過去に出てたなっていう、そのデータから出てる、そう木材原料とかね、本当に面白いよ。これちょっと思ったもん、毎回だって出てくる時に分かんなかったりするのと、このね、そう原料の名前とかでなったりするからね。ああこれもったいないな、別の訳語にしとけばこの間出題されてたのにな、あもったいない、うん、まあとにかくどのページを開いても、はいはいはい、あの単語ね出てきたことあるやつねっていう風にトイックマニアだったら分かるものになっております。はい。他にも金融とか PC 関係とか旅行とかですね、はい、いろいろやってますね。なるほど、なかなか面白いものだったと思います。だからこれで多分このキンフレのさらに底上げにっていうのでやる人は結構いるんじゃないかなと思いますね。はい。これからまあただ990点が射程圏内になるって書いてあるぐらいですから、かなりレベルの高いものですので、はい、そういうのを目指す人が見るっていう感じだと思いますね。はい、ぜひやった方はですね、教えていただければと思います。どうだったかです。僕もちょっとスーパーマニアになっちゃうんで、スーパーマニアじゃない人の意見もね聞いてみたいと思いますね。ここが良かったとか、ここはちょっと改善点じゃないのみたいなのがあったら教えてください。まあ音声に関しては ABC とかみかんとかでね、はい、ダウンロードして聞けるようになってね、まあ、僕のね品質英単語とか、これめちゃめちゃ初級者ですけど、はい、こっちはめちゃめちゃレベルの高いものになっております。はい。そしてまあね、トイック10月11月12月まだ今年ありますから、ぜひ頑張って受けていただければと思います。そしてはい、僕のトイックエッセンシャルズも、はい、発売中でございますので、ぜひとも使っていただければと思います。はい、ということでございました。教えてください。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.